こんにちは、おでんちなまずです。こんにちは、あるです。今日はですね、フェスがあるということで、準備期間中にしか見れない小ネタをちょっと見ていこうと思います。いくつかね、多分いろんな人からもらってると思うんですけれども、ちょっと早速見ていきますね。まず、ハイカラシティなんですけれども、このイカスツリーがね、なんでか知らんけど、こんな感じになりました。オレンジですね。なんか、東京タワーと同じような色なんですけど、これもともとはね、黄緑だったんですよ。で、それがこうなったという形ですね。ちなみに、アカウント切り替えたら多分黄緑見れると思うんで、ちょっと見てみましょうか。はい、新しいアカウントなんですけれども、エクスパンションパスが適用されてるんで、こういう風に見れるんですが、もともとね、こんな黄緑なんよね。で、なぜか、あれこれってね、ワンの時もそうなっとった？わからんのんじゃけど、この黄緑なんですが、フェスの準備中だけ、フェスの時はもうちょっと色つくんかね。なんかね、オレンジになってます。誰かが塗ったんかね、これね。ちょっとワン持っとる人、ワンの時どうだったか、覚えとる人おったら教えてほしいな。黄緑から、オレンジに変わったかね。オーケー。続きましてこちらですね、広場に、こんな感じでね、トラックがおるよね。で、なんか、足場もあるけ、登れるかなと思ってやったら、トラックにも、じゃーんって登れるし、なんとね、あっちのトラックは、ちゃんとね、ここも登れる、登れる、で、こっちも登れる、で、クレーン車の、ゴンドラにも登れます。ほーらね。すごー。にゃん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 と。で、これが、ここで踊るのかな？うん。そういう感じかな。さらにフェス開催時は塩カラーズが盛り上げる。懐かしさと新鮮さが共存した新たなハイカラシティをお楽しみに。第1弾ハイカラシティはこの春配信。問題はこのトラックがどこから来たかっていうことなんよね。今ちょっと確認してみたけど、結構ぐるっと囲まれとんよ。見て、ほら。この辺も入れんでしょ？で、ここはもちろんダメです。ここも囲まれてます。いや、パッと見ね、あんなトラックが入れるような隙間はないんですよね。この辺もないでしょ？どっから来たんだ？はい。あとは、やっぱり、フェスの時って結構ね、電光掲示板が増えるんで、それの準備がされてますね。ほら、駅側にもこう、バーってあったりとか、この看板の上。で、この上にこう、あったりとか、骨組みがね、まずは。で、この辺もパネルが設置されてますね。ビカビカ光るんだろうね。いいね。なんかフェスの準備中ってワクワクするよね。ちょっとバンからも行ってみようか。はい、バンカラ街は、準備が結構進んでますね。この、ほら、出汁だったりとか、あとはこの投票場があったりするよね。あ、ちなみに僕は、ででん、宇宙人に参加しております。あ、結構もうフェスの色の投票になってんだな。バンカラはね、結構、まあ、もう元からごちゃごちゃしてるもんな。あ、これ。これハイクラシティやったやつじゃん。登りたい。なんでハイクラシティのは登れるんじゃろうね。で、バンカラはさ、この辺のバリケード取れば、まあ、車が
入ってこれそうな隙間はあるよね。だけまあいいんだけど、ハイクラシティは本当にどっから来たんじゃろ。オッケー。フェス準備中で変わるところ他にもございましたら、ちょっとコメント欄で教えてください。あと、夕方になるよね。フェスがいよいよ近づいてくると、夕方ぐらいになって、ね、ついにお祭りが始まるよっていうワクワク感が出てくるよね。あの時のハイクラシティもちょっと、今度ね、見てみようと思います。オッケー。じゃじゃん。コック川崎さん、ありがとうございます。この前の参加型配信お疲れ様でした。その配信が初コメだったのですが、小ネタはコメントにしてと R 氏がおっしゃっていたので、実質初コメです。すでにやっていたらすみません。ロッカールームに行って一番左側のロッカーを開きます。そしてすぐに左スティックを左に入力してロッカーを閉じると、点々点。逆もできます。また参加型配信待ってます。オッケー、行ってみようか。入って一番左のロッカーを開けます。で、左に入力。なんだ？あ、わかった。ワープしてる。見とって、見とってよ。今、ここじゃん。この、ね、ロッカー入ってきて、左にいます。ここです、ここです。ここで、ここで開けたのにもかか、開けたのにもかかわらず、ほら、見て。ディディーン。で、ここも、ちゃっってやったら、ほら、超速スピードでここに来てます。うわー、なるほどね。ってことは、こう入ってきて、まあ、こっちのロッカーを見ようかなと思って見たときに、すぐ帰りたいなと思ったら、こっちで、やれば、ほら、入り口辺に、ね、なるほど。で、逆に、ロッカーの奥行きたいなって時は、ここ開いて、反対側を押して、ここで閉じると、ここに瞬間移動してます。おー、そういうことかな？そういうことかな？ちなみに今の僕のロッカーはこれですね。外から見るとこんな感じ。開けるとこんな感じ。あれですね。カーリングボムとローラーと今使ってるギアが飾ってあります。あと当たり目じいちゃんです。これにします。さあちょっとロッカールームの奥に行きたいなーって時は、こっちからさあ。こんな奥に来ましたよ。そういうことよね。多分そういうことかなと思うんだけど、瞬間移動ってことかな？ OK！ じゃじゃん。アキューコチャンネルさん、ありがとうございます。アールさん、ハイカラシティのクマさん紹介の外見は、スプラトゥーン2のクマさん紹介の外見と似てる気がします。確認してみてください。応援しています。ありがとうございます。外見ってことは外ってことよね。これかな？こんなんだったっけ？ああ、でもこの募集とかはあったね。はいはいはい。もしかしたら外から見たこの中の感じってこと？いやでもこれも違うよね。このイカちゃんの非常口とかはあったけど、のぼりがつおくんの、ここになんか発泡スチロールか箱があったよね、2の時はね。この外見ってことかな？なんだこれ。なんだこれ、白クマじゃん。白クマなんていたっけ？外見が似てるか、こんなんだったっけな。ちょっと2のとこも行ってみようか。うわ、閉まってやがる。あれ？閉まるんかいね。へえ、閉まってるね。見れませぬな。でも、見て、ほら、登りガツオくんじゃなくて、この、登りマグロくんなんだよね、これね。登りマグロくんのコンテナがあったりとか、外観は、まあ、ここは熊さん紹介の、まあ、ロゴでしょ？
で、まあ、募集か。募集ってさ、なんか募集って書いたやつがあったよな。なかったっけ？これだよね。あの看板ぐらいかな。まあ、看板はね、だいたい一緒じゃん。まあ、こんな感じですかね。あの看板は一緒ですね。ちなみに3のバンカラ地方のやつも見てみよっか。ここがバンカラのサーモンランですね。これバンカラですね。バンカラ、ツー、ワン。まあ、同じ紹介ですからね。だってあの、あれじゃん。餃子の王将ってあるでしょ？あそこの餃子の王将と、あっちの町の餃子の王将って外見一緒じゃないですかって言うようなもんだからな。まあ、似とるよね。同じチェーン店じゃけね。似てます。なので、同じ業者に頼んどんじゃないかな。熊さん紹介の、あの、外装業者はね。多分そういうことだと思います。OK! ヒーローは、困ってる人をほっとけない。じゃじゃん。久松さん、ありがとうございます。Rさん、サイト1の5が全然クリアできないので、Rさん、お願いします。任しとき。1の5ってどこだろう？ 1 の、これか。日々の彩りに素敵なモニュメント。あれ？これでも敵出てこん。あれ？ちょっと行ってみようか。わかった。これクリア条件が何か勘違いしてるとかそういう感じだと思うんですけど、ここはですね、あのでっけえモアイがおるじゃん。あれをね、全部塗らんといけんのんよ。全部塗って、塗り尽くしたらゴールできるようになるんで、ちょっとまあ、こんな感じですね。こういう風にポチャポチャ塗っていきましょう。ほら、こうやってね。どんどんどんってこう全部塗っていって、まあ下から攻めていくのがまあいいかなって思うんですけど、隙間なくね、塗っていきましょう。まあ多少の隙間があっても、僕は気にしない。で、全部塗っていって、でね、ほら、こういう風にね、ちょっと乗れる足場が出てきたりするんよ。うわぁ、動いてきた。で、その足場を使って、こういう風な感じで、全部塗っていきましょうね。多分そういうことだと思うんだよね。クリア条件が読んでなかったりして、飛ばしたりして、わからんってことよね。そうそうそう、ここは。実はね、進んだり、敵を倒したりじゃないんよ。モアイを全部塗って、クリアになりますからね。こうして、そろそろ半分いくかな。こう鼻にね、点鼻薬を入れてあげましょう。モアイさん、花粉症ですか？どうですかこれ。バシャン、バシャン。っていう感じでやっていきましょうよ。本当にね、多分ね、隙間は、あって大丈夫。こんぐらいの、隙間とかはいいはず。エクスプロッシャーだけね、なかなか癖の強い武器ではあるんですが、壁塗りは早いよね。でもこの辺からね、飛びついてもいい。こうして、ちょ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 よしよしよし。まだかな？あ、まだ後頭部が。よし。そろそろ、そろそろいいんじゃないかな？まだ？ダメなの？食い棒もあるね。食い棒。まだかな？結構塗ってるよ。隙間あったらダメなんかな、やっぱり。結構塗ってない？ダメ？隙間？あれ？全然クリアできません、俺も。あーた、あー、この下だ。あ、来た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 。この反り残しは OK。いい感じに塗ってね、お疲れということで、全部塗ると、ジャンプが発生して、これでクリアできます。で、小ネタとして、一回こっちに来ると、実はね、あ、足場も解体されてる。あ、下に収納されるんだ、あれ。で、ぐるぐる回ってます。全部濡れてますよ、みたいな感じでね。オッケー。
さあ、まあ、しれっと始まった新企画なんですが、昔やってたね、R にお任せっていうのと、まあ、一緒ですね。クリアできないステージがあったら、コメントで教えてください。たまに、攻略動画を出すかもしれないので、よろしくお願いします。OK! こんにちは、サブ R です。フェスがあるんですね。なんかもう、フェスですね。トラックも来てて、フェスがありそうですね。あ、そうだ、アジオさんの靴見に行こう。あ、これですね。一番最初に見た靴です。多分、アジオさん4足しか持ってないですね。4足なのに靴屋さんっていうのは、いかがなものかと思いますけど、まあ、いいでしょう。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。皆さん、フェスは何陣営にしましたか？メインは宇宙人だそうです。宇宙人がいると思ってるんですね。ちなみに私は、ネッシーも宇宙人も雪男も全部見たことありません。宇宙人はちょっといそうですよね。だいぶ広いですからね。これってネッシーや雪男は地球でってことなんですかね。そうするとやっぱり宇宙人が一番いそうですよね。まあ何でもいいです。それじゃあありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。